静岡県のね、川勝知事がまたね、菅総理に差別的な発言を浴びせていて、まあ、教養がないと、私はあるんだとかね、そんなことを言ってるわけなんですけど、これよく言えたなと思いますよね。まあ、川勝知事は以前もその一帯一路構想を静岡県民全員が支持してるっていうふうに、まあ、中国のね、外務省の方と笑顔で喋っていたところが、まあ、かなり問題になりまして、静岡県民の方こんなことを知らないでしょ。だからね、静岡県民の皆さんはね、知事をね、やっぱ選んだ方がいいですし、もっとね、知事ってのはどんな人間なのかっていうのを掘り込んだ方がいいんじゃないかなと思います。まあ普段ね、県知事とかって意識しないポジションなんですけども、無益ならまだしもね、有害ともなると放ってはおけないと思いますよ。こういう人が知事で居続けるってことは、私はまあ国益を損なうようなものだとは私は思うんですけどもね。どうなんですかね、やっぱりこう菅総理に対して、まあ、学歴がないからどうなんだっていうことなんですよ。まあ、言ってみればその、なんでしょうね。まあ、気持ちの悪いことですよね。だからこれね、言い方を変えれば、中卒のくせにとかね、女のくせにって言ってるのと全く同じですからね。こういうのを教養がある川勝知事が、ことの葉に乗せるっていうのは、まさに教養がないことじゃないかなと思いますよね。いや、皆さんどうですかね。やっぱり学歴が当てにならないっていうのは結局こういうところに来るんですよ。だから大学を出てるからね、教養がないっていうこの短絡的な見方も川勝知事の、まあ、教養のなさを露呈するものではないかなと思うんですよ。教養深い人っていうのは人を尊重する、そういった精神に富んでると私は思うんですけども、皆さんどういうふうにお考えでしょうか。私はね、こういうのはちょっとね、川勝知事はダメなんじゃないですか。それは批判を浴びて当然ですし、川勝知事が正しいところは1ミリもないんじゃないかなと私は判断しますけどね。まさに教養のない私が、教養のね、豊かな川勝知事をそういうふうに思いますけども、皆様はいかがでしょうか。それぞれの教養の範囲で考えていただければと思います。それでは記事の方というか動画の方はね、動画概要欄に貼っておきましょうか。では失礼します。